今回は、物を手放す、というお話です。物を手放すと、本当に大切なことに時間を使える。ミニマリズムとは、一番大切にしているものを最優先にして、その障害になるものは、すべて排除することである。ミニマリズムのいいところは、物が減ることではない。本当の利点は、豊かさが増えることだ。所有物が少なくなれば、それだけ意味のある行動に使える時間が多くなる。旅行する自由が手に入り、心が穏やかになる。頭の中がすっきりするので、難しい問題を解決する気力が湧いてくる。お金に余裕ができるので、意義のある活動を支援することができる。本当にやりたい仕事を目指すこともできる。人生から不要なものがなくなれば、本当に大切なものを追い求めることができる。その結果、人生の満足感が飛躍的に大きくなるのだ。より少ない生き方。物を手放して豊かになる。ジョシュア・ベッカー著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。